この時間は浦和対ユベントス、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの舞台はここ埼玉スタジアム2002、サッカー専用スタジアムというだけあり、ピッチとの距離がとても近く感じます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。浦和対ユベントス、この両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士、素晴らしいマッチを期待しましょう。岡崎シュート、決まった。ユベントスから先にゴールを奪います。いやー、どんちゃなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これは普段絶対に開かないところにバイタルできましたからね。崩し方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。立ち上がり順調ともいい、どうだこのシュート、うわー、ポスト左をかすめていきました。浦和決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ユベントスは手元の情報ではワンツーパスでの崩しが得意なチームとあります。これについてはどう対処すればいいんでしょうか。そうですね、もう出されたらマークを離さずにすぐついていくことが大事になりますね。ぴったりとくっついていればパスを受けた選手が2を出せないですからね。対処というかディフェンスの基礎が重要になってきますよね。中田から左へ抜けてくる、左サイド上がっていく、あっとこれはシュート、この短時間で追加点。いや、今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。シュート、ー長いボール縦へ、クリスティアーノ・ロナウド、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここは通しません。酒井、酒井からターテのボール、酒井からユングベリ抜けてくる、一人で上がっていく、外へ持っていきます。コーナーキックです。中村、正確なキックを持っています。いや、ピンポイント狙ってきますからね。ショートいきましたね。ここは、あ、止めた、キーパー、いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、キーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。浦和、コーナーキック2本目。ここはショート、つながります。来た、シュート、これは枠を捉えることができませんでした。止めてからシュートまでは本当に完璧でしたけどもね。ボアテング、裏を狙う、いいと変わりますよ。コーナーキックへと続きます。浦和3本目のコーナーキック、中村からユングベリ、浦和ここでファールをもらいます。
少々深い位置でフリーキックのチャンスを得ます。どんなボールを選択するのか。仕掛けるか。シュート、キープ。あと少し。今のは惜しいシーンでした。もうシュート打ったのにコントロールしましたよね。激しいボールの奪い合いです。フレッジからディバラ、リズムを刻む、スルーパスを狙う、シュート、ルーツシュートでしょうか。うまくボールを生かせることができませんでした。まあ、今意図的なのか少しループシュートを狙ってきましたよね。自分で行く、右サイドから上がります。キンペンベ、プリシッチ、プレスからボールがこぼれる。ここでファウルがありました。40分を過ぎています。ここからすこれで3ゴール差になります。まさに職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール。そのまま打つのか浮かせるのかっていうお互いの駆け引き、それが楽しみましたよね。落ち着いてきっちり決めてましたよね。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。スルーパス、さあ、ユーグリ、フェリックス、裏へのスルーパス、裏へ飛び出した。さあ、ディバラ、さあ、どうする呼んでいた。サカ、これ仕掛けるか。あっと倒された。 PK です。ここで PK、 いや、やってしまいましたね。浦和ペナルティーキックを与えてしまいました。さあ、これは外せません。これをパスだ。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクがあります。結果前半は3対0、浦和着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。しっかり守りながら攻撃してましたよね。この3点はね、数字以上に大きいと思いますよ。フットボールでは3点差が1つの区切りと言われています。次の1点でその差に加算があれば、それは決定的なゴールと言えるでしょうね。浦和対ユベントス、浦和3対0とリードして折り返します。さあ、後半フレッジ、ディバラ、フレッジ、フレッジからジョアン・フェリックス、パスをつなぎます。収まった、フリーだ。どうする、フランク・ケシエ、アーチのようなパス、倒されます。これはペナルティーエリア内。足いっちゃいましたね。浦和ペナルティーキックを与えています。ボールはもうセットされています。決めた、ユベントス。非常に落ち着いていました。思い切って正面に蹴りましたよね。なかなか勇気いるんですけどね。さ
さあユベントス流れを変える1点となるんでしょうか。チェックを受けますが動じません。スペースを狙う。ザーボールはジーコ。いい展開ですね。自分で持っていく。3点。試合が決まってしまうのか。原口、いやよく反応しましたね。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。シュート、ダンゲラック。おっと、吉田、これはファウル。今のファウルはイエローカードが出ました。中村、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。浦和としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。酒井、ユングベリーへのボール。浦和交代の枠はまだ2つ残しています。スローインをカット、これは読んでいました。近辺で右サイドへ振ってクリスチアーノ・ロナウド、このパス。酒井から長いボール、縦へ、大きく縦へ。ジーコからユングベリ、抜けてくる、上がっていく右サイド。ボアテング、これはファール。今のファールは注意だけのようでしたね。まあ次があるとまずいですからね。まだ時間ありますしね。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ。さあ誰に合わせてくるのか。中田からユングベリ、さあゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。シュート、点差を広げるんでしょうか。原口がこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。原口、今日2点目です。現在圧倒的な強さを見せています。アッチソン、いいプレッシャーです。ユベントス、ここでファールをもらいます。さあ残り15分。ディバラ、トミヤス、これを読んでいた。縦へのボール、激しいボールの奪い合い。ボアテング、これはファールです。先ほど犯したファールでイエローカードをもらっています。やっぱり相手がスピードがありましたからね。止められるところで止めたっていう感じでしょうね。酒井、ここで受けて抜けてくる、これはファールでしょう。すでに1枚カードをもらっている。ボアテング、
先ほどのファールで2枚目のイエローカード、そしてレッドカードをもらっています。再びセットプレーのチャンス、スルーパスを狙う、キンペンベ、フェリックス、あとチャンスを演出できるか、シュート、シュート、コースが入る、容赦ない一発、原口、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちり交渉したポジショニングとって落ち着いて枠に流し込んだ、いいゴールですよね。倒された、 PK です。ここで PK、 いやー、やってしまいましたね。浦和ここで PK を得ました。相手を引き離す大きな大きなチャンスを得ました。いやーね、 PK でも追加、ここは確実に決めてきました。でも本当 PK とはいえね、勝負強い選手ですよ。決めたく決めてきましたからね。いや、このチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね。おっとおっと、1対1対1、ああ、道ができましたよ。打てシュート、ルーズボールになる、危ない、いけるか、コーナーキックです。浦和としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。中に合わせてくるか、さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。ディバラ、先ほどのファールはイエローカードが出ていました。ペナルティエリアが近くなってきますとね、やはりどうしてもね、やや深い位置からのフリーキックです。さあ誰に合わせてくるか、久保、倒されます。これはペナルティエリア内、走っちゃいましたね。浦和 PK のチャンスを得ます。ユベントス、決められると非常に厳しい状況となります。冷静に押し込みました。しっかり落ち着いて決めましたね。いや、こうやって追加、そしてここで最後の笛、8対1、浦和勝ちました。完璧な試合運びを見せてくれました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。浦和としては攻撃的で進歩がありましたね。素晴らしい成績も見れましたしね。はい、ありがとうございます、そろそろお別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。浦和大差をつけ試合を決めました。